だいぶね、久々のハイボールおじさんってことになります。はい、こんにちは、ハイボールおじさんです。はい、でね、はい、今回もね、ハイボールおじさんちょうどね、はい、飲んでいきたいと思います。今回のね、今日のウイスキーは、はい、じゃーん、みんな大好きね、サントリー山崎。はい、みんな大好きですね、山崎。はい、まあね、スーパーにはね、あんまり売ってないかなと思うんですけどね。まあね、酒屋とかにもね、売ってたとしてもちょっとプレミアム価格がついてて結構値段をすると思うんですけど、はい、まあね、これちょっと前に飲んだね残りなんですけどね。はい、早速これでハイボール作っていきましょう。氷とね、で今日使うのはこの炭酸。結構ねコメントでもあったんですけど、どうせ山崎とか、ハイボール飲むんだったらいい炭酸使ってくださいっていうことでね、まあ、これがいい炭酸かどうかわからなかったんですけど、1リットル98円のね炭酸よりはいいかなと思ってこれを使います。作ってみましょう。はい、まず氷入れます。やっぱこの山崎グラスでね飲むとねいいんですよね。あんまり酔ったらねめんどくさいから、こういうねグラス冷やしたりとかね、あんまこういう細かい作業はしなくなるんですけどね、最初の一杯目ぐらいはね美味しいのを飲みたいという気持ちが強いんで、ちょっとこういうねグラスを冷やしたりしますね。はい、ちょっとね氷が溶けたんで、ここで氷を追加しますね。また1個ぐらい。はい、はい、じゃあウイスキー本体入れていきます。このぐらいかな。いきますよ。あ、しくった。これね、本来はあれなんですよね、氷がないとこに入れるんですけど、ちょっとミスりましたね。はい、てな感じでね、山崎のハイボールの完成です。早速飲んでいきましょう。はい、じゃあ山崎ハイボールできました。ハイボールさん乾杯。うまい。やっぱこれ美味しいな。美味しい。山崎美味しいですね。山崎安崎美味しいですね。はい、ちょっとね一気飲みしましたけどね、ちょっと喉乾いとったんでね。はい、今日のね、今日のおつまみはちょっとこれ食べようかなと思いまして、麻婆豆腐激辛、日霊のね麻婆シリーズ、注意、本当に辛い麻婆豆腐って書いてね。はい、結構辛いの苦手なんですけど、ちょっと麻婆豆腐が食べたくなってこれを買いました。はい、これと日本ハムの国産鶏肉大人チキンカツ、ちょっとこれうまそうだったんでね。はい、これとね、これとこれちょっと冷凍していこうと思います。ボコカマボコボ。あー濃いかった、入れすぎたな、これ完全に入れすぎたわ。入れすぎたな、これ完全に。はい、じゃあ2杯目飲んでいきます。いただきます。ちょっと濃いかな、これ濃いかもしれん。濃いわ、濃いけど結構ね、濃いめの方が、結構高いウイスキーとかって薄めでガブガブ飲むよりは、まあ僕ガブガブ飲むんですけど、ちょっと濃いめで、ハイボールなんですけどちょっと濃いめでね、ゆっくり飲んだ方が美味しいかもしれません。薄い味でガブガブ飲むよりは。ハーフハーフはまではいかないですけど、ちょっと濃いめの方がいいかもしれません。はい、ということでできました、大人のチキンカツね。はい、トゥッドゥルー、できました。早速いただきます。ちょっとね、なんかマスタードがね効いてるみたいで、ね、ちょっといってみます。
うん、うまい。うまいね。今日は買い物は、水島のイオンタウンっていうところに行ったんですけど、でそこで炭酸とか買って、冷凍食品も買って、でね、本来だったら、本来っていうか本当だったらね、本当の予定はこの前のホットモットのね、唐揚げでハイボールおじさんしたじゃないですか。今日はね、ちょっとほかほか弁当で、唐揚げのおかずだけをね、持ち帰りして、ハイボールおじさんをね、やろうと思ったんですけど、僕いつも行く前にね、電話して、あと10分ぐらいで着くんで、ちょっと唐揚げのおかずだけ作っとってもらえますかって言って、言うんですけど、今日ね、電話したらね、なんか、今日土曜日だから、忙しいんか、ちょっとわかりませんが、なんか、30分かかりますって言われて、30分かかるんだったらそれはもういいわと思って、今日ねちょっとね、ちょうどね麻婆豆腐とかあったんでね、美味しそうなのが、麻婆豆腐とこのチキンカツでハイボールおじさんしようと思いました。またね、また皆さんちょっとね、リクエストっていうか、飲んでほしいウイスキーとか、一緒につまみにしてほしい冷凍食品やら弁当、まあ、岡山にある弁当屋さんに限るんですけど、また、リクエストどんどん募集しておりますし、よろしくお願いします。最近の冷凍食品やばいっすよね。何でもあるし、吉野家もあるし、松屋もあるしさ、レベルが高い。変にスーパーの惣菜より美味しいもんね、こういう惣菜とか。惣菜の冷凍食品、あーうめ。今日はね、ちょっと3杯でございます。ハイボールさん上海でね、3杯目が出来上がりました。中身はこんな感じですね。はい、こんな感じで600ワットで5分50秒。はい、激辛麻婆豆腐が出来上がりました。早速取っていきましょう。はい、ということで激辛麻婆豆腐が出来ました。はい。あ、これ麻婆丼？あ、すいません、麻婆豆腐かと思ったら麻婆丼でしたね。ご飯が入ってると思ってなかったですね。はい。麻婆丼でしたね。ちょっと待ってください。はい、こんな感じでね。まあね、ぶっちゃけ見た目はね、普通な麻婆豆腐っていう感じはするんですけど、さあ、お味はどうでしょうか。早速食べてみましょう。お先にね、3杯目。あ、おいしい。まずちょっとね、これ、上の方だけ。上の方というか麻婆豆腐だけちょっと食べてみます。結構ね、辛いの苦手なんですけど、どうですかね。いただきます。あー辛いね。うん、辛い。あー辛いで、辛い。はい、激辛、本当に辛いって書いてますね。辛いですよ、辛いですけど、どうなんかな。まあ辛いの好きな人は食べれるかなっていう辛さだと思うんですけど、僕苦手なんでね、ちょっとご飯と食べたら多分ちょうどいいんかな。
はい、じゃあご飯と一緒に行きます。ああでも辛いわ、辛い、これ辛いの好きな人はちょうどいいんじゃないですかね。でも辛い、汗がやばい。美味しい、美味しいけど、なんか麻婆豆腐っていうよりは豆腐が全然入ってない。豆腐はなんか豆腐が全然ないですね。辛いは赤いはよしよハイボール。ごちそうさまでした。はい、てな感じでね、はい、今日のハイボールおじさん久々にしたわけですけども、はい、今日はね、まあこの山崎とね、山崎のハイボールを作りましてね、ちょっとね、ウィルキンソンの炭酸を使いましたね。はい、あとはね、ちょっと麻婆豆腐とね、麻婆豆腐辛かったっすね、麻婆豆腐丼とチキンカツをね、ゆっくり食べていこうと思います。これね、めちゃめちゃ辛かったっす。辛いもの好きな方はおすすめですよ。はいはい、じゃあ久々のハイボールおじさんでした。またね、そのリクエスト、飲み物食べ物あればまた言ってください。以上、ハイボールおじさんでした。バイバイ。僕も食べたいな。